身長美容医師学科学生整形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばした人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日なんですけどね、スペシャルゲストですってことで、どうぞパチ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 ということで、どうもよろしくお願いします。ちょっと冒頭でですね、私ね、身長に関することで、ね、配信するっていう風にね言ったんですけど、今ね100本以上動画上げてて、全部身長のことについてお話をねさせていただいてるんですけど、今日ついに身長以外のことをお話しさせてくださいということで、ただし今日ね、本当に皆さん、私の視聴者さんは主に、まあ、小学校中学校、まあ高校生のねお子様だったりだとか、まあそのご両親だったり見ていただいてると思うんですけど、ぜひねそのね皆様に見ていただきたい動画と思って、今回はこのチャンネルですね、佐藤先生のねお呼びさせていただいて動画の方ね撮影させていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと簡単ですけど自己紹介、はい、いただいてもよろしいですか。はい、アイケアクリニックで眼科医をさせていただいてます、佐藤香織と言います。よろしくお願いします。で、私はクリニックが埼玉に2つ、東京に2つ、あと福島に眼科のクリニックを5つ持ってまして、普段診療と結構手術もさせていただいてるんですけど、最近やっぱり子供の近視がすごく増えている、もう世の中的にもすごく増えてて問題になってるので、まあ、その子供の近視に対しての治療ということで、先日ですね渋谷に近視に特化したクリニックっていうことで、近視ケアクリニック渋谷という形でオープンさせていただいて、今本当に近視治療っていうものにすごく力を入れてるんですけど、まあ、そのタイミングで同じ年齢のお子さんの治療をやってる先生に出会って、もうぜひちょっと語り合いたいなと思って、今日はこういう機会を呼んでいただいてありがとうございます。こちらです、貴重なお時間ですね、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、今日はですね、お子様のですね、まあ、近視とかで、今まで、もし仮にですけども、その近視を放置してしまうと、まあ、失明するなんてこともね、あるなんてこともね、お聞きしましたけど、まあ、そこについてもね、詳しく聞いていきたいと思います。ということでですね、まあ、今日ですね、佐藤先生の方にですね、ぜひね、はい、近視治療について勉強させていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、まあ、早速の質問なんですけど、はいはい、近視っていうのは、いわゆるその視力検査で学校で行った時に、1.0 未満の人とかを指すとかってことでいいんですか？どういった定義なんですか？そうですね、近視っていうのは、メガネでこう矯正して見えるのが、いいんですけども、メガネで矯正して見えてればいいってわけではなくって、その裸眼でですね、メガネをかけないで、裸眼の視力が 1.0 を切ってるっていうのが近視っていう定義になりまして、近視をこうかたどるのが、目の長さと角膜の形。お先生、いきなり難しい。ちょっとそこ難しいです。でも視聴者の人も今、ってことで、目の長さと何で決まるんですか？角膜、黒目の形。目の長さと、その角膜、黒目の部分で近視になるかどうかが決まるんですね。そうです。まあ、身長もそうだと思うんですけど、はい、成長に伴って目ってこう長くなっていく、大きくなっていくので、近視の方っていうのはすごい目がどんどん大きくなっちゃうので、それをどうにか食い止めるっていうのが近視治療になるんですけど。けど実際近視の子ってそんなに多いんですか？いや結構今は多くて、視力 1.0 未満の子が去年の2020年だと小学生だと 40%、中学生だと 60% の方がもう 1.0 切ってるっていう状態で、なのでその子たちがみんなの紙を持って眼科に行くっていう流れですね。ということで、じゃあ私の視聴者さんもおそらくですね、学校の方で指摘をされて病院に行ったっていう方もね多いんじゃないでしょうかね。絶対いますね。で実際その病院に行った後にどんなことをされるんですかね。されるというか、まあ、検査ですか。まずどんな検査されるんですか。うん、そうですね、本当に学校で検査するのでやっぱアバウトなので、本当に近視じゃない子とかもいるんですけども、実際に本当に近視があって見えてないのか、乱視があって見えてないのかっていうのを検査をして、まあ、近視があったらそれに合わせて、乱視があったらそれに合わせて治療が必要なんですけど、普通の眼科さんに行ってしまうと、じゃあメガネだねとか、あとはね、そうですよね。まあ一般的に、まあ昔からだとやっぱメガネ、すぐメガネ。でもやっぱり今のお子さんたちもそうですね、こうアクティブに生活するお子さんも多いですし、まあ女の子もやっぱり小学生ぐらいからもメガネなんかかけたくないっていう子も多いし、あと親御さんもやっぱりなるべくメガネはかけないでいてほしいって子供には思うので、そこでやっぱりメガネ言ってしまうと、結局治療もされない、メガネもかけない、見えないのを我慢して生活するお子さんというのがすごく増えてて、それも良くないので、きちんと眼鏡をかけなくてもできる治療っていうのを進めてあげなきゃいけないのかなっていう。今回キーワード一つ早速出てきましたけど、眼鏡をかけないで近視を治すってね、もう新しい治療ですね。眼鏡かけてる皆さん、もう眼鏡外してください、ね、すぐ今すぐ佐藤先生のね、クリニックにご受診いただくとね、本当にいいかなと。本当私今回、私は一応まあ当たり前で医者ですので、まあ、学生時代もしくは研修時代にですね、眼科の勉強をそれ
それなりにしたはずなんですけど、私全然知りませんでしたということで、実は近視が眼鏡をかけなくても治るっていうのは本当にすごいなと思いますね、うんうん、そうですよね。具体的になんですけど、眼鏡かけずに近視を治すっていうのはどうするんですかね、はいはい、いろんな今治療方法があって、まずその近視のお子さんも特になんですけど、結構目のこう力、調節力ってものを使って、お子さんの場合は調節力を使っちゃうと遠くじゃなくて近くにピントが合っちゃうんですね。それで本当は近視じゃないのに近視の状態を自分で作り出して、で結局そのまま近視になっちゃうっていうことがあるので、まずその調節力を取ってあげて、筋肉を緩ませてあげるような、まず目薬っていうものを使って、それを毎日つけることで筋肉を弛緩させて、しっかり遠くにピントを合わせてあげるっていう目薬の治療だったりとか、あとは夜寝てる間につけるコンタクト、ナイトレンズとか、まあ、オルソケラトロジーって言われるものなんですけども、それをつけることで、先ほど言ったその近視って角膜の形と目の長さなので、うん、黒目の長さと目の大きさですね。そう、うん、なので目の長さを潰すことはできないんですけど、角膜の形は変えることができるので、うん、その角膜の形を変えるために夜コンタクトをやって、角膜の形を夜変えて、その形状記憶みたいな感じで、うん、朝起きた時には近視がない目の状態になって1日生活する、夜になるとまた戻ってくるので、でそれでまたコンタクトをつけて、また角膜の形を変えてっていう。なので大人の方と分かると思うんですけど、ソフトコンタクトレンズとハードコンタクトレンズって硬さが全然違うと思うんですけど、ちょうどその間に来るようなレンズなので、それをまあ寝てる時につけていただく、寝てる時につけるので学校に外していけるので、すごくこう親御さんとしては安心、学校でなんかコンタクトが外れちゃったと か、うん、なんかそういうトラブルもないので、それも安心なので、安心なんですけど、さらにそのナイトレンズをつけることで近視の進行が予防できたっていう、そういう報告エビデンスもしっかりあるので、寝てる時にコンタクト入れるだけで近視の進行も予防できるし、それとさっきのマイオピンと組み合わせると余計いいっていうのも言われていますので、まあ、その辺だったり、あとはワックって言われる検査で調節力を取ってあげるものなんですけど、眼科に来てなんか覗くんです、絵を覗いてこうボーっと見てて、それで調節力取ってあげて近視を予防するっていう方法もあって、まあ、遠くを見てることが今のお子さんってなかなかないので、意図的にそういう現象を作ってあげるみたいな、そういう検査なんですけど、なのでそういうものを組み合わせてやることで近視の治療にもなりますし、進行予防になるっていうのを今おすすめしてますね。すごいですね、本当に、今本当私も聞きながら、あすごいなというふうに思いましたちょっと、ね、視聴者の方のためにもぜひまとめさせていただきたいんです。一つは点眼薬ですね、マイオピンという点眼薬で、それは、毎日こう点眼していくわけですね、それ簡単ですよ ね、でもう一つがこう画期的っていうところで、コンタクトレンズを夜につけるってことですね。夜につけるとその角膜、黒目の部分の形が変わって近視が治るっていうね、素晴らしいなと思いますね、この2つですね、近視が治るということで、眼鏡をかけている皆さんは今すぐでそのマイオピンとそのコンタクトレンズ始めてください、私も、ね、絶対ね始めたいと、自分が子供だったらですけどね、始めたいなというふうに思います。でそれなんですけど、そうすると、どれくらいの期間治療が必要なんですか。近視の進行している間はなるべくやってた方がいいんですけど、マイオピンは6歳から12歳っていう一番こう成長するタイミングにつけた方がいいですよっていう点眼なんですけど、6歳で治療を始めてくれる方もいらっしゃるんですけど、やっぱりなかなか6歳のタイミングでまだ近視もそこまで出てるお子さんっていうのも多くないので、結構その年齢がいってからやっと近視に気づいてやっと治療始めようっていうご年齢の方もいるので、始める時期っていうのは早い方がいいんですけども、やっぱり6歳から12歳の間を過ぎたとしてもやっぱり進行ってしてくるので、つけた方がいいので、やっぱりその近視の進行が落ち着くまでは継続して使っててあげた方がやっぱりいいのかなと思うので、12歳過ぎても、中学生になっても高校生になってもつけてるお子さんはつけてますね。本当画期的な治療でね、素晴らしいなと思うんですけど、何かこう心配する点というか、副作用って今話聞いてないだろうなと思ったんですけど、何かその、皆さんが、視聴者の方が注意すべき点というか、よくあるなんか質問だった、そういったのでございますか。先ほど言ったようにそのナイトレンズ自体は硬いレンズなので、女の子は大丈夫なんですけど、男の子がやっぱり痛みが耐えられなくてできないということが結構あるので。あ、そうなの。男の子の痛み弱いんですね。弱いですよね。そう、女の子は結構メガネつけたくないし、近視になりたくないって頑張ってつけるんですけど、男の子はお母さんに言われて、ほらやりなさいって言われても、
うわーって泣いてつけられない子さんが結構いるので、そこですかね。でもやっぱり成長に伴ってやっぱり眼鏡から解放されたいと思うと、あの男の子も頑張ってつけてくれますし、そんなに違和感あるものではないんですけど、やっぱりコンタクトって初めてつけた時ってどうしても違和感感じてしまうので、そこがネックな部分ですかね。なのでそれで脱落しちゃう子がたまにいらっしゃるかな。まあけどある意味それはその慣れてしまえばそんなに問題ないけど、まあ、最初のまあ2週間ぐらいですかね、辛いの。そうですね、そうですね。そこさえ乗り切れば目が良くなる、まあ、ちゃんとねお子様にその必要性を説明すればやっていただけるようなようです。そうですね、最近だとあの小学校とか中学校とか修学旅行とか行くじゃないですか、ちゃんとナイトレンズ時間みたいなのを設けてくれる学校もあって、夜寝る前にナイトレンズの子はつけて、みんなで手洗ってつけましょうみたいな先生がやってくれるような学校もあるぐらいなので、まあ、それぐらいこう広まってくれるとありがたいなと。そうじゃないと、ね、宿泊行事に行った間はナイトレンズがつけられなくて見えないっていう状態になっちゃう危険性もあるので、それぐらいこう理解してくれてる学校があるのはすごくありがたいなと思ってます。もうだいぶ世の中進んでるみたいです ね。私が知らない間に世の中が進んでるというので勉強一つになりました。ありがとうございます。私ちょっと疑問なんですけど、まあ、例えば 0.5、視力が 0.5 の子が、まあ、ナイトコンタクトレンズつけましたってなった時に、翌朝にはどれくらいまで回復してるというか、もう完全に 1.5 とかも。1日でですか？そうですね、そう1日で、すごいですね、それ先生ちょっと疑問なんですけど、大人はやっちゃダメなんですか？そうなんですよ。で、大人でやってる方も実際にいるんですけど、大人ってやっぱり、まあ、どこの組織もそうだと思うんですけど硬いじゃないですか、なんか角膜も硬いのでやっぱりそんなに矯正できないんですよね。なのでやっぱ矯正力が弱かったり戻りやすかったりするので、まあ、基本的には角膜が柔らかいお子さんにすごく適した治療なんですけど、私も本当に子供の頃にあったら絶対やりたいなと思いますもんね。それちなみにそうすると、まあ、当然年齢が上がってくるとなんとなく治療効果が落ちてくるんだなというイメージがあるんですけど、何歳までに先生とかに受診するべきなのかというところをぜひ教えてください。そうで、ナイトレンズ自体で言えば先ほど言ったようにそのつけられないお子さんとかもいますし、やっぱり低学年のお子さんだとなかなかちょっと刺激があって難しいので、小学校の中学年高学年ぐらいからスタートしてあげるのが一番いいのかなとは思います。それとまあ8歳9歳10歳になったらもう来てほしいって感じですね。そうですね、そうですね。逆に言うと15歳からとかで間に合うんですか？あ、間に合いますね。間に合うんですね。それは素晴らしいです。そうです、やっぱりその矯正効果が弱くなっちゃったりとか、ある程度もう15歳すごい近視が進行してたら、まあ、その改善の具合がやっぱ軽度になってしまうってこともあるんですけども、だ軽い近視の15歳のお子さんだったらナイトレンズだけで改善する場合もあるので、諦めないでやってほしいなと思います、ね。素晴らしいですね。例えばじゃあちょっと極端ですけど、じゃあ18歳、19歳、20歳はさすがに遅いですよね。まあ、でもその年齢でやる方もやっぱりいて、すごいですね。そうですね、効果が出る方もちゃんといますので、じゃあかなり幅広い年齢でそういった治療が受けられるんですね。そうですね、ナイトレンズに関しては確かにそうですね。本当ですね、まあ、先生が、ね、素晴らしい、ね、お話聞かせていただいてすごいなというふうに本当に私感心しましたけど、だけどそもそもなんですけど、今までまあメガネでやってきたわけだから、メガネでいいじゃんって説もあると思うんですよ。まあ、近視ってその治療するほどじゃないんじゃないっていうね、ご意見ももしかしたらあるかもしれない。そういったところってどうなんでしょう？近視ってそう短すぎるから治すもんじゃないと思ってる、まあ、特に大人の方ですね、多いんですけど、でも近視って近視っていう病気だけで目にとってはさまざまな病気をあの合併しちゃうんですね。その合併する病気が一個一個がやっぱちょっと怖い病気が多くて、それこそその失明につながってしまうような怖い病気が多くて、例えばで言うと、まあ、よく聞くのは網膜剥離。近視の方って目の中が大きくて、あの網膜がすっごい引き伸ばされちゃうので、まあ、穴が開いて網膜剥離引き起こしてしまって結局手術しても失明しちゃうっていう方も出てしまう。それも本当に近視っていうだけで起きてしまう病気なので、あとはもう緑内障ですね。40歳過ぎるとすごく増える病気の一つなんですけど、緑内障もやはり近視の方は危険因子になるので、近視っていうだけで緑内障を発症する危険性を持ってる。あとは物を見るときってカメラでいうフィルムに当たる網膜の中心部分がこう黄斑部って言われるとこなんですけど、そこにあの悪い血管が生えて出血しちゃったりとか、そこにこう穴が開いちゃうとか、そういうのも近視があるだけで発症してしまうので、本当に強い近視になってしまうとそれだけでもうあの眼科を受診して、あ、今後こういう病気になるかもしれない、こういう病気になるかもしれないよっていうものをちょっとこう言われなきゃいけなくなってしまいますし、あとは私が結構得意としてる白内障もやっぱり近視が強い方は発症しやすいので、結構40代50代の方の手術する方っていうのはやっぱり近視が強い方すごく多いので、もうそれだけでもすごいこう病気を発症してしまうので、近視っていうものをまあしょうがないよね、これ遺伝だしねとか思って、あの放置してそういう病気を自らこう招き入れてしまってる危険性
性があるので、直せるものはやっぱり直せる時代なので直してあげた方がいいかなとは思います。そうなんですよ、近視というふうに言われた方は、ね、ぜひ、ね、受診していただくことを本当にお勧めします。でちょっと私やっぱお話聞いてて思うんですけど、やっぱり先生は、ね、こうかなりもう最先端行ってる、ね、方だと思うんですけど、やっぱり今でもやっぱりそういうふうにメガネを処方されるような病院さんも多いんですか、どうなんですか。そうですね、やっぱり多くてちょっとびっくりしちゃうなと。なんかあと姿勢を直しましょうとか、いやいやそのレベルじゃないですよみたいな、生活習慣とか、まあもちろん生活習慣大事で、昔は近視がなかったのに今近視が増えている原因として、お子さんが外で遊ぶ時間が減っちゃったっていうこともやはり実際にそのエビデンスとして出てしまってたりとか、あとはまあ今パソコンもあるんです、パソコンだったりとかあのゲームだったり、そういうのを近くで見ることでやっぱり近視になっちゃう。だからそういう生活習慣ってすごく大事なんですけども、生活習慣をじゃあ昔に戻すこと絶対できないじゃないですか。今の忙しい小学生にじゃあ2時間外で遊んでこいなんて多分誰も親御さんも言わないですし、じゃあそれができないんだったら他で治療してあげれば近視が防げるんじゃないかっていうところで、目薬だったりナイトレンズだったり、あと今日ちょっと手元にないんですけども、このクボタグラスっていうグラス、ちょっと特殊なあのメガネなんですけども、目の外遊びっていう風になってて、これをかけるだけでその外で遊んだ時間とあの効果があるっていうメガネになるので、なのでその外遊びができないからじゃあどうしよう、目薬を使おうかとか、そういう中でやっぱこういうメガネが開発されてるっていうのも、やっぱり今のお子さんの生活習慣に合わせた治療法に、まあ、世の中的にはなってきてるんですけど、それにこうついていけない眼科の先生だったり、まあ、病院だったりっていうのがまだまだあるのかなと、もったいないかなとは思いますね。わかりましたね、いろんな、ね、治療法です、あの教えていただいてありがとうございます本当に視聴者の方もすごく参考になったかと思いますということです、ね。まあ、本当に子供の、ね、近視治療ということで、まあ、ナイトレンズだったりだとか、もうメガネだったりだとか、点眼鏡だとか、本当にいろんな治療があるということで、メガネは古いということで、そこは私もよく勉強になりましたけども本当にありがとうございます、はい、で先生なんですけども、今日は実はですね、その噂の渋谷のクリニックではなくて、日本橋の方の、ね、クリニックで撮影させていただいてるんですけど、はい、こちらの方で一番行われている治療はどんな治療なんですか。あとこちらで多くやられているのは、先ほど言った白内障の手術と、あとは大人の近視治療っていうのもメインで結構やってるので、お子さんの場合はね、今言ったようなマイオピンとかナイトレンズとかを中心に近視治療ってやってるんですけど、やっぱ大人になってからも近視ってやっぱり直したいじゃないですか。やっぱり大人もメガネを外したい、コンタクトから解放されたいっていう方もやっぱり今すごく多いので、そういう大人の方に関して言うと、どういう治療が必要かっていうと、まあ、昔からやってるレーシック、角膜を削って近視を直しますよっていうレーシックと、あとは最近すごい流行ってるのが目の中にこうレンズを入れるICL 治療、眼内コンタクトレンズ治療、これもすごく今やっぱり流行ってて、まあ、角膜削らないで目の中にレンズ入れるだけなので、嫌だったら外しちゃえばいいじゃんっていう感覚で元に戻せるっていう治療なので、すごく今人気があって、結構ね、芸能人だったりとかインフルエンサーさんたちがすごくやってるので、若い方にもこう身近な治療として結構感じてくれるので、すごくやっぱ増えてますね。ありがとうございます。本当先生、目のことは全部直せるんですよ。本当すごいなというふうに今ね、本当すごいなというふうにお話聞かせていただきましてありがとうございますありがとうございます。はい、ということで本日ですね、本当長くのお話聞かせていただいて本当ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日ね、本当に近視ね、近視を直すには、ね、眼内コンタクトレンズと点眼薬と、そして眼鏡ね、本当最強だなというふうに思いました。今日だけはですね、本当に、ね、皆さんね、身長以外のことでお話しさせていただいたんですけど、もちろんね、身長に関することもお話しさせていただきます。佐藤先生のね、チャンネルの方で身長に関するね、いつも通りの治療内容ね、お話しさせていただきますので、ね、身長を増したい人はぜひね、佐藤先生のチャンネルの方ね、ご覧ください。それではまた、バイバーイ。